はいどうも、ジュープロです。プロレス界の重箱の隅を突くような内容を毎日ほぼ一人語りでお送りしています。こちらのチャンネル、今日の話題はこちらになります。はい、歴史は繰り返す、元シールドを比較してみたというお話なんですけれども、元シールドといえば皆さん、まあご存知ですよね。まあローマン・レインズ、それからセス・ロリンズ、そして、ディーン・アンブロス、現、AEW のジョン・モクスリーですね。この3人というのが、WWE の、まあ、未来を担うべき3人ということで、現状で、まあセス・ロリンズとロマン・レインズはですね、WWE の中核の登場人物になっているわけですけども、やっぱりこの3人を軸にして、次世代のトップを回していくというのが WWE の構想だったわけですよね。で、振り返ってみると、この3人で回していく複数スターというのはですね、過去に何例かやっぱりありまして、でその中で、非常に似たポジションに収まるケースがやっぱり多いなというふうに思います。で今のこの3人をですね比べたのと比較してみると、まずこちらです。一世代前の WWE のトップですよね、ジョン・シナ、それからトリプル H、 そしてザ・ロック・ロック様ということです。もう非常にこのまま当てはめてみると分かりやすいと思います。まず、完璧すぎる、貧困法制である、が故に、ブーイングを受け続けてきたジョン・シナとロマン・レインズ、そしてクレバーで作詞で先を見通したレスリングの達人であるトリプル H とローマン・レインズ、そして、まあ団体というスケールポジションに収まりきらない、ダイナミックで自由で、そして、まあ、なんというか男の子受けするというかね、ヒーロー的な存在であるザ・ロックとジョン・モクスリーという、このやっぱり3人と3人、これが非常にぴったりとシンクロするわけですよね。こういう3人だった、だからこそ、そのうまいバランスでトップを担えるというふうに考えたんじゃないかなというふうに思っております。で、このケースを日本にも当てはめてみますと、はい、闘魂三銃士ですね。武藤圭司、蝶野正弘、橋本修司。これももうぴったり来てる感じになります。若い頃、天才という風に歌われすぎて、ブーイングを受けた武藤圭司。そして、プロレスのクレバーさから自分のプロデュースの仕方をしっかりと理解していた蝶野正弘。そして、団体という枠に収まらない暴れん坊だった橋本慎也。まあ、これが、ロマン・レインズ、セス・ロリンズ、ディーン・アンブロスね、ジョン・モクスリーにぴったりと収まる感じになります。やっぱりその、まあ、団体にしてもそのプッシュしていくときに複数スターで、三波一からげって言い方したらちょっと失礼になりますけど、まあ、そういうふうになったときに、やっぱり同じタイプはあまり集めにくいというか集めないと思うんですよね。やっぱりそれぞれタイプが違うと。で、その中でこういうふうにプロレスの中で成功してくるトップの上げ方というのが非常に似通ってるということを考えていくと、こういうやっぱり法則があるんじゃないかなと思います。まあ言ってしまえば柵と花と自由ですよね。この3点っていうのがすごくその合わさった時に強い柱になってくるのかなというふうに思っています。まあそう言いながらこの中で、まあ、例えばジョン・シナと、ロック様、それから、蝶野正弘、武藤圭司、橋本慎也、みんな出てっちゃいましたからね、必ず成功してるというわけではないんですけども、でもやっぱ黄金時代を築いたことは間違いないので、非常にこういう、ケースというのが当てはまってくるんじゃないかなというふうに思います。では、ここで問題。はい、新闘魂三銃士の場合はどうだったんでしょうか。まあ、新闘魂三銃士というコンセプト自体が成功したかしてないかはちょっととりあえず置いといて、ここに当てはめて考えていくと、まず、ロマン・レインズですね、そのポジションが棚橋博士であることは間違いないです。ブーイングを受け続けた過去、ヒーローですよね、やっぱり完璧すぎる。で、ここが棚橋博士であることは間違いない。で、残りの2枠、セス・ロリンズとディーン・アンブローズの枠、柵と自由というところが、中村慎介と柴田勝頼、どっちに当てはまるのかなというと、柴田勝頼と中村慎介が意外と似たタイプなんですよね。だから闘魂三銃士じゃなくて新三銃士はうまくいかなかったのかもしれないなと、こうやって思ったりもしています。皆さん的には、新闘魂三銃士に当たってどう考えるでしょうか。ちょっと概要欄とかでね、コメント欄とかに書
書いておいてもらえると嬉しいかなと思います。というわけで今日はですね、歴史は繰り返すということで、元シールドの3人をいろいろ比較してみたというお話でした。今日の動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。シュープロでした。